今回は西川綾子さん、脳出血からリハビリ中の状況から52歳だった近況で、大学院に進学について、稲葉のおっさん感じたことについてお話したいと思います。よろしくお願いします。昨日、またまたまヤフーニュースを見て気になる記事がパッと出てきました。それ何かと言いますと、西川綾子さんという方なんですけど、50代以降の方であれば、おそらくこの方のお名前というのは知ってると思うんですけど、多分それより下回る方っていうのはあまり知らないんじゃないかなというふうに思います。西川綾子さんっていうと、昔、明石家さんまさんの恋のから騒ぎの、パネラーって形で出てた方で、そこからタレントに転身されたってことで、実は私と同じ52歳ってところで、年齢が同じだからっていうところで、ずっとこの方の、結婚して離婚したりとか、なんか結婚する相手を2000万以上の方が必要だっていう形で、それ以下の方は結婚しないとか言うてたんですけど、記者会見の時、結婚は愛なんですよねとか言って、年齢じゃないわ、年収なんて関係ないですよねとかって、前後撤回したのエピソードもあって、結構破天荒な発言とかキャラクターとかで、結構物議を醸すこともございました。で、最近見かけないなっていうふうに思っていましたら、たまたま昨日こういう記事が出てたのでびっくりしました。特に私と同じ年で、昨年のなんか12月の時にの記事なんですけど、12月は8月ですね。2年も、いや、ごめんなさい、2年前ですね。自宅リビングに倒れてるところ、マネージャーに発見され、病院に緊急搬送。右脳内出血と診断され、同11日は5時間に及ぶ緊急手術を受け、入院治療。同9月にリハビリ専門病院に転院し、12月に退院で医師の仕事にも復帰したということで、全然この情報っていうのは知らなかったです。なんか他のエピソードで言いますと、なんか、酔っ払って、怪我して、で麻酔なしで、自分でなんか抜歯、手術し縫合してなんか抜歯したとかっていうことも話をされたんですけど、やっぱりもう私も52歳ってところで、本当にこういうことは本当に他人事じゃないなというふうには感じてます。で、この記事見ますと、4月6日付の投稿で、昨日誕生日でした、先輩や友達に祝ってもらって幸せですと綴り、花束を持った姿や友人らに囲まれた写真を掲載したところで、まだまだリハビリは続きますが、ゆっくりゆったりと、誕生日だからと髪まで切って新しい1年頑張りますと髪型を変えたことを明かし、ハッシュタグ誕生日とタグを添えたってところで、52歳でリハビリっていうのは本当に大変だと思うんですけど、私も家族がいますので、もしこういう状況になったらということになると、本当に一言ではないなというふうには感じてます。で、なんか昨日ですね、もともと通っていた大学の、大学院に進学されたってことで、で、リハビリ中ってこともあって、なんか両親が心配で一緒に付き添ったらしくて、なんか過去最長の、親が付き添って、大学院の入学式に来たっていうことで、それもなんかエピソードっていう形で、話をされてました。本当にこの記事を見て感じましたのは、本当に今回、一命を取り留めてよかったなという部分と、私も52歳ですので、一言ではないっていう部分と、あと、特に50代以降の方でよく、
話聞くんですけど、やっぱり時間がないっていう形で言われるんですけど、まあ、時間がないならないなりに作るしかないんじゃないかなというふうには感じてます。私も、普段、ブラック残業とかで本当に帰宅時間が遅くてクタクタになって、作業をしてたんですけど、それでも昨年の、8月から、YouTube のストラット動画 をスタートしまして、で睡眠時間を削って1日4時間ぐらいしか寝ない状況を続けて、まあ、約5ヶ月で、まあ、チャンネル登録1000人と総再生時間4000時間という形を超えることができました。ですので、もう50代だから遅いとかっていうふうに考えるのではなく、まあ、50代でもできるっていうような形で、まあ、私もこの年齢になりましたんで、まあ、高齢者になっても今から頑張れば成果が出るっていうようなことを、まあ、皆様に情報を発信していきたいと思いますし、まあ、今回、私の公式 LINE に入っていただいている方の中にはもう私よりも年が上の方もおられますし、まあ、そういった方も副業で頑張りたいという形で、コメントをいただいております。ですので、まあ、若い方でもいいんですけど、できればもう50代以降なんですけど、今から副業で稼げますかという形で悩んでる方という方がおられましたら、ぜひ概要欄の一番上のところに貼っておきますので、稲川のおっさんの公式 LINE の方に、ご登録いただければと思っております。で、まあ、昨日の、晩の動画でもアップしたんですけど、今回、まあ、稲川の、まあ、今週中の予定にはしてるんですけど、まあ、今週中週末までに稲川のさんの、公式 LINE、ご登録いただいた方に関しましては、今流行り のチャット GPT を使って、丸々と、で、まあ、稼ぐ方法っていうような形 の, 簡単な、まあ、4、5本ぐらいの、実際私が、作業している風景 を映した限定動画っていうのを、無料でアップしております。ですので、その内容が知りたいという方がおられましたら、ぜひ、稲川のさんの公式 LINE に、ご登録いただければと思います。まあ、西川陽子さん、まあ、これから52歳になってから大学院で勉強されるということで、まあ、私勉強嫌いなんで、まあ、今からちょっと大学院に行きたいというふうな、気持ちはないんですけど、まあ、本当に、まあ、勉強も頑張っていただきたいですし、まあ、リハビリも頑張っていただきたいと思いますし、まあ、まあ、50代以降の方でも、まあ、まだ副業で稼げてないという方がおられましたら、まあ、一緒に、まあ、私も同じ50代ですので、まあ、稼いでいくために、まあ、頑張りましょうという形で、この動画を締めたいと思います。